どうもハロー YouTube バー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 ということでね、今日はね、最近のねファッション事情についてお話ししようかなと思うんですけど、どうですか皆さん、なんか暖かくなってきて新しいものとか買ったりしてんのかなって感じですかね。僕は相変わらず変わらずなんかデニムをデニムですけどね、この事情結構気に入ってるんですけどね、よく着るんだけどね、なんかいい感じの味があるでしょ。これちょっとちっちゃいかなと思ってんだけど、でもなかなか結構これ50年代ぐらいのさジージャンなんだけど、雰囲気が良くて、これシワ入っててザ・ヴィンテージって感じで、色とかもなんかさ気に入ってる。これちなみに下はね、こう耐水モデルなんだよね。これ結構前から履いてる気に入ってるやつなんだけど、色がいいでしょ、なんか汚い感じでしょうがないよね。だってもうね70年以上前のものだから、ポールももうこんなになっちゃってるから、こういうのってほっといたらもう切れちゃう。でもね、早めにね修理出した方がいいね。分かってる。そういうのがね結構面倒くさくもあり楽しいところでもあるかなと思うけど、僕はねなんか欲しいもんないんだよね最近ね。新しくこういうのを買いたいとか特にないですか？ブーツだけかな。一つブーツが一つじゃないかな、3個ぐらい欲しいなっていう。ちょっとまあエンジニアブーツなんだけど、エンジニアブーツ何足持ってんだって感じそんなにあってどうするのかなと思って。まあこれから夏じゃないですか、うん、もう関係なく全然履くって感じですか？ああ真夏はやっぱちょっとでも履くかな。なんかバイク乗りたくて、友達とかと自然の方に行ってみたいなと思って、もう今持ってんだけど、エンジニアブーツを形とか色とかいいのがあって予約した。結構バイク乗るときと普段履かれるようで分けてたりするんですか？うん、ちょっと分けてはいる。エンジニアブーツでもちょっと傷つっちゃ嫌だなと思うのは履かなかったりして、なんかあるんだろうね自分の中で、綺麗に履きたいやつとシチュエーションに合わせて。うんうん。デニムとかもありますか？そういうなんかそのシチュエーションに合わせて、これはまあこういう時には履かない、履いたくみたいな。これはバイクとか乗るときにはかないかもしれない。うん、やっぱ対戦モデルとかは割とそのバイクの時とかじゃなくて普通に。でもね対戦モデルでもね履くのはある。うん、あのバイク乗る時とかも謎のこだわりがあって、意外にないんだよねこういうのってね。なんかここまでこんなポロポロなのにちゃんと履ける状態っていうのが今いい具合なんですよ。ちょうどなんかもう仕上がって、これ以上なんかもうボロボロにもしたくないし、変になんか洗濯とかもしたくないんですよ。こういうところがもうさほとんど色ないよね。だってね白いじゃん。デニムの色なしてないでしょ。でここはデニムの色なしてるわけよ。こういうところとかこのコントラストなわけじゃん。よく育ったなぁと。こういうのを履いてて前から歩いてくる人いたら多分二度目すると思います。デニムのその上のジャケットとかもそういうなんか表示してるみたいなところもこだわりとかあったりするんですか？その当時の洗濯の仕方なんじゃないですかね。70年ぐらい前に最初に来た人が洗濯しなかったの洗濯せずに来たんだと思うんだよ。色がちょっと濃いっていうか、同じ年代でも違うんだよね工場とかでね。デニムオンデニム好きでするんだけど、たまに飽きる時あるんだよねやっぱね。うん、まあ、違うデニムとはいえ、そうそうそう、ちょっとコーディネートが被ってくるみたいな。うん、飽きるんだけど、でもやっぱり飽きないみたいな。やっぱ着たくなっちゃうんで。うん、中毒みたいな。自分の中にはストーリーがあって、大体同じ年代で合わせるのが結局僕は好きなんですよ。これ多分47年とか、遅くても47年とか50年だから、同じ時代に生きてた人が着てもおかしくない年代なわけですよ。で例えば上のやつがさ、まあ60年代70年代の上着だとちょっと離れすぎちゃってるなみたいな、同じ時代がいいなみたいな、生地が似てるからやっぱりそういうの気にしたりとか、時代を結構合わせるのが好き。デニムをデニムに飽きた時は上スカジャンにしたりとか革ジャンにしたりとか。でも今結構革ジャン暑くて、ライダースって結構なんか着る時期なくてさ、秋とか春とかしかなくてすごい悔しいから、中に半袖着てライダース着たりとか、バイク乗る時とかはやっぱりなんか守られてるからライダースとかって。これからになってくるとそのデニムのジャケットとかも、まあ、ちょっと暑くなってきたりするじゃないですか。
ちょうどよくなる。なんかね、結局冷房すごい効いてるからこれないと寒いし、結構なんかどこ行っても冷房効いてない。効いてるよ。夏でもじゃあデニムもデニムもそれ全然強いし、暑くても着れるし、寒かったらもうそれなりに防寒になるし、優れてますよデニムって。今大河ドラマですとか舞台やられてると思うんですけど、まあ、その現場に入る時のまあ服装みたいなところでなんかこだわりといいますか、なんとなく現場に入る時はなんかこういう服装みたいなのってあったりするんですか？着替えが多いので、今大河でジャージーで入ることが多いかな。すぐ脱いで前開きの脱ぎ着できるような大河の時は結構必要で、今日みたいな格好で入ることってあんまりないですか？なくはないけど、ジャージのセットアップとかで入ることが多いかな。やっぱね、前焼き便利だね。裸ってこう準備しないといけないから、で衣装着替えたりするからこうかぶれないでしょ、カツラとか。あと Cシャツとかも今何着ぐらい持ってるかも、もはや、いや分かってるよ、うん、たくさん持ってると思う。何十着って持ってるけど、これはまあなんか一番なんかスタンダードに着るやつ、いい仕上がりになっちゃってて、これ以上洗濯したくないなと思ってるし、汚れそうな時は着ていかない、あのキャンプとか。でもなんかそういうのも気にしてんのもなんかちょっとなと思ったりするとか、もともとさ、だってワークウェアじゃないですか。汚れてなんぼの世界だから、作られたもんですよね。だからね、元々の主戦とは違って、そういうみんなで作っちゃった。だって知らない人から見ればさ、ただのさボロギなわけであってさ、好きな人が見るとさあーって思うけど、まあなんかそういうのが好きでハマっちゃってる、ハマっちゃったからね。今後また買って増やしていこうみたいなところも別に、買いたいと思ったら買うっていう突如現れるんだよね、なんかあって。とりあえず今はなくて、今自分が持ってるもので満足してるから、その中でこう回してスーツ着る機会があって、ちょっと前なんだけど着てみたら結構気持ちよくて、結構こういう古着の格好をする時が多かったので、久しぶりに持ってるスーツ着たら、ああやっぱいいなと思ったから。でもね、今持ってるのでいいかな、新しく別に買おうとは思わないし、まずさ自分の持ってるなんかアイテムをフル活用してみて、そうすることによって本当に欲しいものが見えてくると思うんだよね。そうだね、なんか今そんな感じですかね。突如現れたりするんだけど、でもよく考えてあれ似たようなの持ってんじゃないか前にもあのクマちゃんのジャケットとかも同じようなもの。ちょっと大人になったかもしれないね。ね、何を着るかっていうのはね大事ですからね。うん、皆さんもファッションライフ楽しんでみてください。チャンネル登録よろしく。バイバイ。今日も動画を見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。その他いろんな SNS もやってるから見てみてね。またお会いしましょう。バイバーイ。